おはようございます。釣り子 TV です。気になったら一つ買ってきてみましたよ。これね、前からあるじゃんっていう感じでね、ライクの 2.5 インチっていうことで、これはまあ、ミエバス釣ったりするときによく使っている、まあ、エンジンのね、ツレツレワームなんですけども、ここエラストマーっていう風に書いてあるんですよね。エンジンライク 2.5 のエラストマー素材ね、これが新登場していたよっていうことで、よくエンジンのハブくんの SNS とかでもね、このなんかエラストマーのね、ライク作ってるよなんていうのは見かけてたんですけど、これがいよいよね、釣り具屋さん店頭で並んでいたので、一つ買ってきてみました。いろいろと気になるところはあるんですけども、まずはここですね。あ、これキーポンで買ってきたんですけども、990円。ね。で、1、2、3、4、5。5匹入っている。まあ、そういうことなんですけども、いや、エラストマーってついたルアーってすごいね、割高だな。やっぱりね、新素材でもあるし、持ちも非常にいいし、この各いろんな人気ワームとかがね、ものによってはエラストマー化してるなっていう印象はあったんですけども、エンジンのこのね、ライクのエラストマーは1000円切る値段で売ってたんですよね。これはありがたいなと思って、高浮力エラストマーになりつつ、お値段はこれできるだけね、絞ってくれたんじゃないかなっていうね。何にしてもまあ結構持ちがいいはずなんで、全然ね、なくならないはずなんですよね。それで、価格も安く設定してくれてるっていうことで、これはね、一袋ね、買ってみたいな。あとね、ちょっと気になったところがあるんで、まずはね、一つ出してみますね。はい。まあね、こういう感じの型がね、崩れづらいですね。ブリスターパッケージに990円なのに入れてくれているんですが、すごいね、店頭で見ても気になったのが、これちょっと伝わりづらいかな、この透明感。これ分かりやすくないですか。なんかね、ちょっとエラストマー素材ってなるとカラーリングとかが、いいのはいいんですけど、あれもうちょっとってね、感じることがあるんですけど、この透明感とかね、ラメのこの感じね。で、目玉もしっかりつけてくれていて、ね、これすごいいい作りだなと思って、この透明感ですよ。エラストマー素材なんで、こう、ビヨーン。ビヨーン。わかるかな？ビヨーンって、まあ、持ちがいいですよね。これで浮力が高いっていうことで、まあ、ピクピクで使いたいなっていうね。どうしてもワーム素材だと針をつけるとですね、ちょっと沈み気味になるんで、まあ、それによってね、絶妙な食わせが実現したりするんですけども、ただトップで騙し切りたいよねっていう時とかに、これ、一袋持っておきたいな、ね、感じたのと、あとはですね、最近このエラストマー素材のルアーがだいぶ増えてきて、で、ワーム素材とごっちゃで入れてると溶けちゃったりするんですよね。ただ、以前はエラストマー素材のだけ気をつけて、まあ、野良ネズミであるとか、外しておけばよかったんですけども、最近結構いろいろなメーカーから本当に釣れそうなね、エラストマー素材のルアーがね、増えてきたんで、まあ、エラストマー同士で入れとけば大丈夫なんで、そういった感じでこう、おかっぱりの時とかね、一つのルアーケースの中にいろいろごちゃごちゃね、ルアー入れときたいな。そんな時にこのライクのね、エラストマーもあれば、まあ、野良ネズミとエラストマー素材のこの、ライク 2.5 インチとか、あとはね、ティムコの長いやつとか、ごちゃごちゃに入れといても、そのまんまいけるな、ね。
あとはちょっとねこの手の、まあ、浮力の高いライクってのがね使ってみたかったなっていうのがあって、よりなんだろう、トップウォーターでピピピピピって動かす時もこの高浮力なところを生かして水から多分ね剥離したアクションというかですね、より小魚がもう水面からもう割って出たところを演出したい時とかに従来のライクとはまた違った感じでね活躍してくれるんじゃないかななんていう風に思いまして、ちょっとね、これ買ってみたかったんです。というわけでね、ライクの 2.5 インチなんですけども、こんな感じでね、まあ通常時はね、なんだろう、エラストマーじゃないライクと見分けがつかなくなっちゃうと困るんで、まあ、この状態で後方ちゃんとしまっといてですね、それで持ち歩こうとは思うんですけども、おかっぱりでちょっといくつかね、エラストマー軍団でね揃えておきたいなんていう時も活躍してくれるんじゃないかな。まあ買ってみてちょっと納得のね、このね独特なね透明感、これもちょっと今までになかった、ここまで透明感のあるライクっていうのもねいいよねなんて思って、一つ買ってきてみました。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら、エンジンのですねライク 2.5 インチですね、これのエラストマーバージョンが出たよ、買ってみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。